Thank you.
食材が地元のあれになっているとは思わなかった。
すみませんね。どうもありがとうございます。
Thank you.
まあ、頑張って頑張ってみたいですよね、うん、でもなんかやっぱりっていうのがあって、
自由にやるときは、いつまでバーッとかって。あ、ブロックに対して逆に使わないですね。え、えいってのはわかんないね。そうなんだ。これね、いつもね、浦和温泉の一番いい温泉に、この間、去年のご飯食べるところに行って、一番いいところですか。うん、ちょっと待ってもらおう。もう、あそこはね、いいところだね、温泉に。絶対、あの、本当にね、タイムが、今入ってくるのが、え？え？あの、いい深さがいくのぐらい、温泉が普通に。これは、もう本当に高くなってくる。自分だけど、ホテルとかっていうところは、大事なのに、値段が高くてね、高いですか？高くないんじゃないの？高くないですか？高くないですか？じゃあ、部屋がいいかとか、なんかって言って、料理も、なんか、女性でなんとかねえとか、やってんだけど、なるほど。マッサージが出るとか、言っちゃ出るんだけど、別にあの、マッサージが俺もどれだけいいかと思って。温泉は硫黄の通りです。北海道の温泉って硫黄じゃない。硫黄じゃないんだけど、どうもですね、温泉だけを本当にするんだよ。硫黄は、なんていうの、もうね、ツルツルなんか探すほど。アルカリ系。ダム、アルカリ系。あれだね。気持ちそうでいいんだ、あれは。温泉は完璧。ちょっとない。うん、はい。初めて入る。だけど、今日は簡単したら知らないですよね。あ、まあ、そこで言われましたって言われても、私は興味なかった。うん。あの、本当に、バテランコースだね。で、で、下の方が来たんですか？うん。どうしたんだっていう。よっぽど賛成あるどこ行くつもりですか。いや、なんかね、
境町行って、境町ってね、埼玉の境町がある境町があって、そこに福島県の行ったら、はい、それでも全く全部見て、だからメンバーの時にも、境町で、ですね、あそこまでちょっと上の、うん、だから分かんないから、行ってもね。福島県の何なんですか、建物の設計者。用途は何ですか、商業施設を何年ぐらい、ここにもね、でもまあ、まあ、これもこれになったんですね。
だから同じ便利があったあったんですから、そもそも何か修正を言われなくていいんです。おはようございます。もう月27円だから、なかったらもう収めるつもりかない。大丈夫です。え？いや、それ調べてないんですけど、通常だったら遊びやり方を知らないんです。理事会やるってなっちゃって、方針が変わって、今 の, あの理事会 の, あの会合も、あの管理会社さんが入れてないんですよ。で、建築部会も同じで、大規模新規委員会にも、あの管理会社の登録リーダーというのが呼ばないと、もう全部自分たちの理事会が責任を持って、やるっていう方針だと。
ラインクラーならよくやってくれたっていうんで、ありがたいなって言ってますよ。で、でも、ね、ありがたいんで、先にね、やられたら、どうせゲームをやると、どうせゲームをやるから。俺、一人で。大したことはやりなくて終わってますよ。何も変わらないで、そこそこっても、はい、終わりましたので、もう一回、いろいろな、いろいろ、あの、他のメンバーの皆さんと、僕がいたりのメンバーの皆さん、やってらっしゃらないので、あの、もう、いくらやってたって、もう、もう一度は、改革派なんですね。そうですね。あと、もしくは、若い、杉山さんとは会社会社、うん、むしろファイルアップに近くでやりたい。そうですね。北川さんは代表すでに立てればいいっていう考え方で、結局 TBS で集まって設計で、例えばあのここに上がるじゃないですか、一回相談になるのは向こうからには、ああいうのの設計も全部キャンセルしちゃったから、多分大したことやんなくなっちゃうんで、契約的に、はい、だからどうしたらいいかな、本当昔の第一回の代表修練で終わっちゃうのかなと思うんですよ。バイトから1回は納得できるの、もう納得できるかも。設計の契約はもうそれでもう尽きちゃってるんで、それ今の理事会が決めたことみたいですか。理事会が先に出すってのは絶対条件があるから、もう結構
でも、そういうわけわかんないから見てくれるように、今度来たら見つつよわけわかんないのに、見つついてるまだおかしいいつか、ここで動いてるのに、なんでこんなの見てないのって言ってくれるのあ、こっちだねあ、なるほど
パターンとか無理やりなんかとか分からないんですけど、俺はやっぱり芝居のこれは切るあれはないんです。そうだね、結構それ管理組合の人がないんですね。それ下から見てるんです。だから周りにね、いろいろバーッと周りがあって実験実績にそういうことを言えないようにしようと思って内容にね、だからそういう制限の言論構成とかになったんです。もう北川さんの対策があったりするのも楽しいですけど、でも時間もないんですよ。今の選手を海外会議は来年の5月の総会で受け入れる動作を決めなきゃいけないんですよ。間に合うでもね、よくこう設計をしっかりとサーブの設計をするときに一点ね、あったんですけど、1年の業者って何人も僕もそう考えないんですよ。つまり大丈夫じゃないですか、もう完璧にすんのかな、いつもあるんだからって思ってたけど、何があるか一番いい方法を考えないと。あそうなんですよ。いつも同じ感じで今回に行ったんですけど、それで実際が分かるかどうかです。とにかく来年の5月の決戦で行きたいと思います。Thank you.
Thank you.
Thank you.
初に質問して、これを多分間違えちゃったと思うんですね。それで、こっちはそのままやったら、なんで生でいいですよって言われて、そうですね。そうですね。はい。水餃子単品2個お願いしてるんですけど、2個。小さい焼き餃子。そうですよ。水餃子2つに、もやしラーメン、3円のパンと塩ラーメンを使ってもらうので、はい。結局もう2つ。そうです。はい。すみません。Thank you.
I
Thank you.
今
ちょっと入れてくれるって、あ、面白いけど、かけた頃ってパパンパンとかなるようになっちゃう、うん、それで、あ、ごめんごめんとかって慌ててやったのが、それで言ったんだよね。あ、そうなんだよ。平気そうとしてもかけないのかなと思ったら、もう怒っちゃって、もうイライラして、ギリ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 ギ、Thank you.